四国中央市は愛媛県の東端に位置する市。四国の他の三県に接している。旧川野江市中心部周辺の空中写真。1975年3月4日撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。旧伊予美島市中心部周辺の空中写真。1975年1月14日撮影。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成愛媛県四国中央市は南に鳳凰山脈があり北は瀬戸内海日内灘に面する平野部が協商のため山地から海に向かって山地と呼ばれる極地風が吹き下ろす同じ東予地方の西条市新居浜市今治市と並んで愛媛県 四国地方を代表する工業都市の一つであり、日本有数の生死産業地帯となっている。四国中央市の地域は1878年の軍区町村編成で馬群が設置された地域である。その後、昭和の大合併を経て、馬地方は、伊予み島市、川の市など西一町に村に再編された。平成の大合併で西一町一村が、 新設合併し、2004年4月に四国中央市が誕生した。四国全体から見れば、馬地方は高松自動車道、松山自動車道、徳島自動車道、高知自動車道が結節しており、四国の県庁所在地すべてにアクセスしやすい交通の要衝である。そのため、将来的に同州制が導入された際に州と、または 道庁所在地になるという将来構想を込めて、四国中央市の使名が採択された。国道319号から市街を望む土井町から赤星山を望む高速道路が交差する交通の要衝であり、60km 南に高知市、70km 北東に高松市、80km 西に松山市、100km 東に徳島市が位置する。 高速道路網の整備により、川野江ジャンクションと川野江東ジャンクションを持ち、四国の X ハイウェイが交差する中心地となっている。市の南部に東西に連なる鳳凰山脈の山々が屏風のようにそそり立っている。平地は山地の北側に細長く展開し、北は日内灘に面している。中央構造線が山裾に沿って東西に走っている。 高尾山脈の南側に吉野川の支流の一つで、ある道山川が投流し、そのさらに南には、高知県との境をなす四国山地の山々が連なっている。全般には温暖で穏やかな瀬戸内型気候に属する。北に海、南に山という地形から、日本海側気候の特徴も若干持つ。松山、高松など、瀬戸内の他の都市に比べて、 日照時間が2割程度少ない。これは、平野部が狭く、日内灘を吹き渡ってきた風が、鳳王山脈にぶつかり上昇して雲を発生させ、安いためである。移動性高気圧型の時に顕著で、午前中はほとんど曇っており、気温が上がる昼前になってようやく雲が消え晴れてくる。同じ日内灘に面している新浜や西条は、平野部が広いため日照時間が長い。 平野部は気温が下がりにくい。冬の最低気温は松山や宇和島より高く、冬日は1年に1から2回程度である。これに対し山間部の新宮町や富里町は冷え込みが厳しい。また山間部には湿った空気が集まりやすく、降水量が平野部の1.5倍に達している。春先を中心に山地風という南寄りの突風が吹き、 農作物や家屋が被害を受けることがしばしばある。地域で発見された遺跡から、この地方に人が住み始めたのは1万2000年以上、前と考えられる。最初に人が住んだのは、金星川流域の丘陵地帯で、その後縄文時代から、弥生時代にかけて、海岸の平野部に、生活の範囲が広がっていった。古墳時代中期には、木梨慶恵美子の墓と言われている。 東宮山古墳が作られている。古墳時代後期の6世紀になると、丘陵地帯に古墳が作られるようになった。7世紀前半には、四国最大級の石室を持つ馬や山古墳が作られた。急峻な山地と狭く長い平野のため、大きな権力を持つ社会の形成は遅かったようである。大化の改新後、この地域は馬群と呼ばれるようになり、 古代環道など交通網の整備によって南海道に伊予国大岡駅が設けられ中央から伊予、土佐への交通の分岐点となった。この馬群と四国中央市の地域はほぼ一致する。江戸時代1636年、一柳直森が伊勢国神戸藩から西条68,600国に封ぜられた。ところが直森は放置に赴く途上で病没してしまう。 直森の領地は三人の子に分置され、川野江二万八千六百国は、次男、市柳直家の所領となった。しかし、直家も1642年に病没し、養子、市柳直家への愛、次が幕府に認められず、張馬国へ天保となった。所領は、天領となる。その後、馬軍の天領が、最上藩や今治藩の所領の代替地として、 与えられたので、馬軍は、徳川幕府、今治藩、西条藩の領地が複雑に入り組む状態となった。幕府領の陣屋を川の絵に置き、周辺にあった、新居軍、佐抜国中軍、小戸島の天領を支配していた。一説によると、法歴年間に、馬地方の生死業の基礎が築かれた。明治維新後の1878年、 軍区町村編成法が施行されると、現在の四国中央地域に馬群が設置された。軍役所は人口が最も多く、商業施設も集積しており、また、天領時代に大官所が置かれた川の江村に設けられた。しかし、位置的には馬群の東端に近かったため、西部の三島、土井の住民が国、愛媛県に軍役所移転を要望し続けた。 明治維新後、交通手段が、徒歩から船や鉄道に変わると、川野への交通の要衝としての重要性は、相対的に低下した。千八百八十九年朝尊政の施行により、軍内の五十一村が合併し二十三村になった。川野へ、2名、金星、城文、金田、川滝、二井立、上山、昭白、三島、中曽根、中野昭、寒川、 豊岡、金社、富里、野田、常、小藤、土井、万崎、関川、別紙山天領だった川野江は、幕末に土佐藩が駐留した縁で、土佐出身の板垣大輔率いる自由統計とのつながりが深かった。一方、三島新保統計に接近し、新保統計、松方正義政権下の1897年に、 馬群役所の三島村移転を成功させた。これ以降、川野は、声友会、三島は海神党となり、清掃のしのぎを削る元となった。また、各艦長が三党に移ったことが、馬群東西に長く、しこりを残す元を成したとされた。篠原作太郎の研究により、機械動力を利用した、製死業が行われるようになる。第二次世界大戦後は、 近代的製資料の発達とともに急速に発展した。1950年代前半の昭和の大合併では、馬市構想が持ち上がった。しかし、馬群東部の川野江町、近星町、常分町、妻、鳥村、金田村、川滝村が合併し、川野江市を成立させたため、実現は断念された。西部の三島町、寒川町、松白村、 豊岡村、富里村、金社村は合併して、伊予見島市を成立させた。この結果、馬群は、川野江市、伊予見島市、馬群土井町、新宮村、別市山村の西一町に村に再編された。2003年別市山村が隣接する新居浜市と合併。2004年4月1日、川野江市、伊予見島市、土井町、新宮村が新設合併して、 四国中央市が生まれた。市名は将来、同州制が導入される場合の道庁所在地内市、州都になることを目指して決められたという。戦国時代には四国でも産業が発展し各国の交流が増加した。それに伴い、交通の要衝として戦略的に重視されるようになり、たびたび、さぬき、あは、佐から侵略を受ける。 三つの国境に接する地域の東部では特に防衛のための取り出が多く築かれ、現在もいくつかの遺跡が残されている。近世側の河口は川の河口と呼ばれ、川口付近の浅瀬を港として利用されるようになった。江戸時代に入ると土佐街道の視点として商業が発達し、港町として発展した。土佐藩が参勤交代の経路として、 四国山地を越える都市街道を利用し、宿場町として栄えた。1985年3月に四国で初めての高速道路、ドインターチェンジ三島川のエインターチェンジが開通した。2000年3月に川の江東ジャンクションの供用開始により、川の江ジャンクションと合わせて四国の X ハイウェイが完成する。ちなみに市内中曽根町の三島公園に、 四国高速道路発祥地の石踏み、また、志望町の四国高速道路クロス地点展望台に四国高速道路クロス地点モニュメントがある。自生する蝶や豊かな水を背景に、江戸時代から生死業が盛んであった。同じイのオの大バン氏が明治に入り衰退したのとは、対照的に、馬の生死業の祖、小本厚平の活躍もあって、馬地方の生死業は成長を続けた。 1900年代末には、篠原作太郎が和紙製造の機械化、乾燥機、原料煮沸釜の発明などの技術革新を推し進めた。大正時代には、静止の機械化が進展し、馬地方は日本屈指の静止地として大きな地方を占めるようになった。製紙会社は、第二次世界大戦中の企業整備要項により、4社へ統合された。 戦後は戦災を免れたため復興が早く、粗悪な戦火死でも飛ぶように売れたので、戦火現役と言われた。その後は、朝鮮戦争による特殊、高度経済成長を経て、馬地方の生死産業は発展を続けた。1973年のオイルショック以降は、愛媛の諸都市で工業が衰退するも、馬地方では1980年代を通じて、 製造品出荷額は伸び続けた。1990年代には横ばいとなり、2000年代以降は景気に左右されず、比較的安定して推移している。製紙紙加工業において、日本屈指の生産量であり、紙製品の出荷額は6年連続日本一。その他を含めた2017年現在の製造品、出荷額は6773億円であり、上位を 紙、パルプ、プラスチック製品を占めている。県内では今治市、西条市、新居浜市に次いで第4位となっている。大王製紙やユニチャームの上場企業をはじめ複数の企業が本社や本部を置いている。また、中堅の製紙メーカーも複数所在している。しかし以前は大王製紙をはじめとする製紙工場による公害が顕著であった。 大型商業施設には、富士暮らがある。また、地元スーパーチェーン店のママイをはじめ、食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店、書店など、県内外の企業が、市内各地に多数出店している。また、川上栄町商店街、ラスタ栄町、い予みしま駅前通り、新町商店街、西山道、土井町商店街などの商店街もある。 近年、四国縦貫自動車道と四国横断自動車道が交わるジャンクションが当時に完成したことで、三島川のインターチェンジ周辺の立地条件が見直され、付近への商業集積が著しくなってきている。また、国道11号バイパスの延伸や、その周辺の道路整備が行われたため、沿線上のロードサイド店舗の進出も顕著である。 なお、当市の小売業商品販売額は2600億円余りで四国第8位となっている。佐川急便に関しては、新居浜市の名を持つ営業所が四国中央市にあり、四国中央市の名を持つ営業所が観音寺市にある。という妙な事態が発生している。同社の四国中央営業所は四国中央とついているが、市内にはなく、 隣接する香川県関音寺市の県境近くにある。そのため川の江店を管轄していた地域法人は愛媛佐川急便ではなく、香川県を受け持っていた四国佐川急便だった。そしてその一方、旧土井町に新居浜営業所が存在し、四国中央市の内土井町、新宮町、寒川町、豊岡町、近社町、富里町は、 同営業所の管内となっている。四国中央市は四国のほぼ中央に位置していることから、自家用車を利用した場合は、各県庁所在地へ大きな時間差なく到着できる。すべての県庁所在地への所要時間は、一般国道で2時間台、高速道路利用では1時間台で、いずれの交通機関を利用した場合も最も近い、県庁所在地は高松市である。 四国旅客鉄道四国4県都へ放射線上に高速道路が延伸している。四国中央市ではほとんどの高速バスが市内を通過するため、三島川のエインターチェンジには1日80便以上の高速バスが発着する。四国高速道路発祥の地モニュメント、四国高速道路クロス地点モニュメント、松山自動車道、高知自動車道、高松自動車道、 徳島自動車道一般国道都道府県道、川野以城の復元施設化がしわの大菓子は、四国中央市はその名前の奇抜さゆえに、市内だけでなく、全国的に批判の対象となることが多い。市名が批判される理由として、以下のような理由が挙げられる。地元の文明である、馬を採用せず、四国から消滅させた理由について、 9位読島市長の篠永義雄は、読売新聞東京本社文化部の取材に対して、以下の趣旨の発言を残している。また公募で寄せられた数は、馬市が1位で、四国中央市は5位であったにもかかわらず、篠永義雄前市長は、論議を読んでいるが、反対意見は一部だと思う。名称変更は考えていない。賛成する市民も多く、自然体で、 年月の経過を待ちたいと話している。香川県や徳島県と愛媛県を往来する車両のほとんどが四国中央市の狭い平野部を通過するため、慢性的な交通渋滞が問題となっている。近年、海岸線や国道11号川野江山東バイパスが整備され、旧三島地区で渋滞がやや緩和されたが、バイパスと国道十一号の分岐点となった。 中野省庁交差点で大渋滞が発生するなど、新たな問題点が発生した。また、バイパスの終点付近にあるともさだ橋西側に市道が接続されたため、それが渋滞に拍車をかけている。また、三島川の江港に建設中の金子、多目的国際ターミナルが完成すると、現在慢性的に渋滞している国道11号、港交番前交差点に、 多目的国際ターミナル線が接続され、大渋滞となることが想定されることから、平成24年度の強用を目指し、港港番前交差点周辺で、拡幅改良のための用地買収を行っているところである。大雪になった場合、大砲新宮の高速道路区間は、大抵の場合通行止めになり、新宮付近のも、積雪30センチメートルほど積もり徳島。 高知方面はよくなだれが起こりこちらも通行止めとなる。何らかの理由で車で徳島、高知県や関西方面へ短時間で行きたい。場合、香川県経由となりかなりの迂回を強いられる。日本有数の紙の町として発展してきた一方で、製紙工場から垂れ流される汚水によって、日内灘の海底にヘドロが堆積したり、木経業が取れたりするなど、 昔から大気汚染や悪臭などの公害に悩まされ続けてきた。公害のひどさに近隣の漁協などから苦情が多発したため、企業側も浄水設備や超高層集合煙突を設けるなど本格的な環境対策に乗り出してから、現在では河川に魚の姿が多数見られるようになり、以前ほどの強烈な悪臭もしなくなってきた。ありがとうございます。